皆さん、今日は次の同好会のライブについて話し合いをしましょう。イエーイ。ゆうちゃんってば。だってライブだよ。みんなのパフォーマンス早く見たい。わかりますよ、ゆう先輩。久々のライブですから、待っていてくれる人たちにも楽しんでほしいです。何時のステージでは虹色のレーザービームを出すわよ。ぷっぷー。ダンジュ先輩、残念ながらそれはできません。なんでよ。実は次のライブ会場、なんと大自然の中だからです。どうして大自然の中なの？いつもはお台場の海の近くでライブしてるけど、いつもと違うところでのカスミンたちも見てほしいなって思って。たまにはいいわね、そういうステージも。リラックスできそう。自然の中でライブができるなんて嬉しいな。エマさんの魅力が最大限になりそうですね。じゃあカスミンのやりたいことを言いますね。カスミンは大自然にぴったりの可愛い衣装が着たいです。アイさんは会場に櫓を作ってみんなでおみこし担ぎたい。櫓におみこしだなんてパワフルですね。では私は刹那スカーレットストームで悪を退治するヒーローショーをやりたいです。自然の中なら戦闘シーンの演出もやりがいがあります。かなたちゃんは森の木にハンモックをかけてそこで歌いたい。私は大自然のファッションショーっていうテーマでいきたいわ。私は自然からインスピレーションを受けた振り付けを作ってみたいです。私はお花が降ってくるようなステージがいいな。僕は僕にしかできないことに挑戦するつもりだよ。ポカポカであったかい気持ちになれるライブがしたいな。自然を舞台にして演劇を見ているようなパフォーマンスをしたいです。私は…リナはどんなステージにしたいの？みんなとつながれるやつ。でもまだ具体的にどうしようか思いつかない。それに自然の中ってことは普段使ってるものが使えないし、みんな決まってるのにどうしよう。やりたいことが決まったらランジュに言いなさい、リナ。そうだよ、リナ。ランジュさん、ミヤちゃん、カナタちゃんたちだってお手伝いしたいよ。力仕事だって得意だよ。リナ子、衣装のことなら相談してね。そうそう、カスミン部長は頼もしいからね。しずこ、からかってない？ないない、私はかすみさんの頼もしさを一番知ってるもん。そうでしょ？そうだったの？そうだよ。じゃあ来週の漢文の小テストの勉強を教えて。いいけど、どこがわからないの？活用系？わからない部分を私に説明できるなら教えてあげる。りなちゃん、とにかく焦らなくて大丈夫だからね。ええ、まだ時間はあります。そうだよ、ステージの下見もあるんだし、じっくり考えよ、りなり。うん、みんなありがとう。リナちゃんボード、にっこりん。